皆さんこんばんは。12月12日月曜日、第320回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代ですが、朝、とっても寒かったです。朝が苦手な私はちょっと布団から出られなくて苦労しました。そんな今日ですが、今日のゲストをご紹介します。エコールド松代クラブ着物専科の中澤和子さんです。よろしくお願いいたします。中澤でございます。よろしくお願いいたします。今日は、中澤さんと私、エコールド松代クラブ事務局の半田が、真田大博覧会を振り返ってということで、いろいろと、1年間のご報告をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。和田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日12月12日、ちょっと余談ですけども、なんか今年の字というのが発表されまして、今年は金だそうです。皆さんにとっても、金メダルな1年だったらいいなと思っております。で、今日は、もう一つ、12月12日は1年間にわたって行われました、ここにこういう長いタイトルがありますけれども、大観戦国の絆、信州松代真田大博覧会2016というものが、閉幕いたしました。昨日は、小雪の降る中ですが、閉幕イベントということで、豚汁の振る舞いとか、甲冑隊さんとかが、場を盛り上げてくださったり、太鼓や、踊りなんかいろいろやりました。そうやって無事に終わった1年間でした。で、今日はその1年間の中でエコールド松代クラブが、行ってきたことを、ご紹介したいと思います。大博覧会は、宝物館や真田邸の特別展示だとか、旧松代駅舎の観光情報コーナーとか、真田公園の真田丸ショップを開設したり、夢空間さんや文化財産の、街歩きガイドとか、春夏秋のいろいろなお祭りがあって、本当に賑やかにできたんじゃないかと思っています。で、エコールド松代クラブとしては、真田邸、文部学校、山寺定山邸といったところで、体験会を行いまして、皆様のおもてなし活動をやってきました。そういったことを、今日はご紹介したいと思います。今年の体験は、真田丸に関してですので、武士のたしなみや生活といったことを体験するということで行いました。でですね、じゃあ一つご紹介します。まず、ここにありますけども、真田邸茶会というのですね、茶道の関秀流さんにやっていただいて、最初は1月から3月は月1回だったんですけど、4月から8月はもうほぼ毎週土曜日にやっていただいて、500円で武家屋敷でお茶を飲むということで、大変好評にやりました。次が、古武道専科さんによる木刀や、棒術、あと居合の刀を使った体験です。演舞を見せてもらったり、体験もして、若い女性の方なんかも来てくださって、本当に楽しくやっていただいたようでした。で、次がですね、こちらですね、八橋流の僧侶のお琴の体験ですね。熱心なリピーターがいらっしゃって、毎回のように参加して、お琴の体験を楽しんでくださった方なんかもおりました。はい。で、次は、着物の着付けの体験ですね。事前にお申し込みをいただいて、性別や年代、あと、好み、あと身長の足のサイズを、お聞きしておいて、いくつか着物なんかを用意しての体験でした。で、着付けをした後は、自由時間として1時間ぐらいちょっと街歩きなんかを楽しんでもらうという企画でした。じゃあ、このことについては着物専科の中澤さん来ていただいておりますので、ちょっと、体験の様子なんか紹介してもらおうと思いますので、はい、お願いします。はい。おかげさまで多方面から来ていただきました。はい。はい。また外国からも結構見えて本当に嬉しかったです。はい。それに例えば、はい、ご家族4人で来られた方がいらっしゃったんですけど、この方はたまたま長野市の富武というところからだったんですけれども、うん、ご主人、奥様、娘さん2人、小さいお子さん、小さくもないですすみません、12歳の方ですね。はい。いろいろ飾ってある中から選んでいただくんですけれども、
みんなそれぞれやっぱし女性だから自分に合ったのを選ぶんですよね、はいはい、それで子供さんも半幅帯かなんかで結んでやってあげたらとっても可愛くできて、はい、喜んでいられました、はいはい、それから上越と東京から来られた方なんですけれども、ちょうど中間で手ぶらで来られて着物着て一緒に街歩きできるということで、カップルさんですね。そうですね、はい、喜んでねお互いに選び合って着ていきました。はい、はい、それから、海外も結構インド、オーストラリア、それからドイツ、あと中国とか来られたんですけれども、はい、インドの方がイスラム系かなんかこうターバン巻いてるんですけど、お着物の時も取らないんですよね。でもとっても可愛くお似合いになって、はいはい、帯なんかちょっとアレンジしてやったりしたらとてもよくなりました。はい、はいはい、よかったですね、はいはい、他にはあとドイツから来られた方もいらしたんですけど、ちょっと体型が大きな方で、大きな方で前合わせが大変でした、はいはい、それと歩くにはちょっと親指を中に向けて歩けば綺麗ですよっておっしゃってあげたらね、はい、一生懸命それ習ってね、はい、行ってこられました。はい、はいまあ、そう言ってちょっとね楽しくやっていただいたようですけど、他に苦労したことなんかありますか？そうですね、これ着物選果のことなんですけれど、本人を見て着物をこう飾るんじゃなくて、一応体型身長とか年齢は聞いてあるんですけれども、やっぱしたくさん飾っておかないと選ぶに、迷いますので、はい、それがちょっとみんなで苦労しました。はい、はい、そうですか。そうですね、月に2回もねやっていただいたので、はい、まあ交代ではやっていただいたようですが、やっぱり大変だったんじゃないかなと思ってますので、ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そういったことで着物については以上です。あと次は弓道の体験ですね。弓道は従来からとても人気がありまして、今年は特にまあ人数も絞ってゆっくりと1時間かけて所作の説明から、自分で当ててみるというところまでを楽しんでいただきました。次が、甲冑の着付けですね。甲冑の着付けの方は、手作りの甲冑を作っているグループさんの今ここにあるようなこういったのを実際に着ていただいたり、あと子どもさん向けには簡単に着付けられてすごくカラフルで男の子も女の子も喜んで着ていただくようなものを用意してもらって、体験をしてきました。で最後に、高堂の篠流さんですけれども、こちらもやっぱり1回やってみてリピーターになったという方が何人かいらっしゃって、月に1回でしたけれども山寺定山亭の方で楽しくやっていただいたようで、これからも続いていけばいいなと思って見守っているところです。はい、まあ以上こういった体験を、体験プログラムということでやったんですけれども、まあなかなかちょっと人が集まらなくて大変なところがあったりしました。でもなんかちょっと調査では松代っていうのはやっぱりまだ知名度が低いんだなっていうことが数字としても表れているようですので、今回は大河ドラマの関係でやっぱり松代いっぱい来ていただいて、まあ今回はちょっと、まあ、知ってもらったということで、次からは少し時間をかけて、例えば団体旅行じゃなくて個人で来ていただいたりなんかしてゆっくり体験していただいたりしてもいいかなと思うんですね。そういう時にね、また着物の ね着付けとかね、松代は本当にね着物で歩くと似合う街なんですよ ね今日ちょっと忘れちゃったんですけど、いい写真が実はありまして、着物で本当白壁のとこなんか ね歩いてると本当に素敵です。武家屋敷が多いですし ねそうなんですよね。また春も秋も本当にいいところですので、皆さんにそんなのね楽しんでいただけたらいいかなって思っています。ですのでもう一度来てもらい来てみたいって思ってもらえてたら幸せだなと思っています。時間が余ってしまった。でそれでですね、まあ、体験会本当に長丁場でした。選果の皆さんには本当に心から感謝しています。
最初は本当寒くて ね大変でしたね。そうですね、1月2月、ね、3月はみんなあの、まあ、ストーブなんかも持ち込んでたんですけども、本当もう寒くてあれでしたね。ただでも皆さんね、来ていただいた方には ね喜んでいただいたものがから、あ、そうですね、それが一番嬉しいです、いいですよね、はい、で夏は夏で暑くて、そうですねそういったこともありましたけれども、まあ、あの中澤さんに限らず皆さん、楽しかったよって言ってくださったりということもありましたので、まあ、苦労も少しは報われたんじゃないかと思っています。まあ、私も個人的にはあのこういったプログラム組むので、最初は去年の今頃ですね、本当にあのどういうふうにやったらいいんだろうとか、皆さんともね打ち合わせなんかも何回かして、どういうふうに用意してどういうふうに手順でやればいいかとか、そういったことの苦労もありましたけれども、まあ無事に終わって本当にほっとしてます。はい、でですね、まあ大博覧会も今日で終了して、これからあの冬に向かっていきますので、まあ、しばらくは体験もちょっとお休みというか冬眠状態になりますけど、また春3月3日からは松代でひな祭りというのが始まったり、あと4月はあの今年はいつぐらいに桜咲きますか、来年ですね、今年ちょっと早かったのでちょっとあの読めないんですけれども、一応春祭りなんかの予定もあります。あの季節で気候も良くなってくるので、また皆さんにあの来ていただけたらいいなと思っております。お着物で、はい、あのぜひまた皆さんお出かけください。そうですね、はい、あ、着物といえばね、あのなんだっけ、10月や11月にもやりましたね。あ、そうです ね、あの時もちょっと喋ってもらって、あの時はどうでしたか、着物の。そうですね、あの時はあのちょうどあの秋の園遊会ですかね。そうですちょうどあの紅葉が綺麗で ね、お天気もすっごい良かったんですよね。良かったですね。あの今実はあのちょっと話がそれますけど、写真コンテストの、あの実はあの先週あの締め切りでして、はい、写真が続々と今あの応募されてて、はい、やっぱりさすがにあの秋の写真が多くて、すごく綺麗な青空と紅葉と街並みっていう写真が今ねあります。今週ちょっと審査会がありますので、ですか、また皆さんにもあの2月からね写真のコンテストのあの作品展なんかも予定してますので、そんなのもね見ていただけると思います。はい、また楽しみにしてます。はい、はいはい、よかったです。もうちょっとすいません、じゃあちょっとまだ、お時間があるようですので、なんかちょっとあの言い忘れたことをちょっと喋りたいと思います。さっき体験の中でなんかもう一つあったような気がする。あの駅でやったこともちょっとじゃあ話していただきましょうか。長野駅の様子ね。あ、長野駅ね。あの実は長野駅で、あのもうそれはあの肌着なんか着ないで、その辺を歩いてる人を捕まえてきて、そうですね、あれもね、外国、ほとんど外国の方だったんですよ ね、でもみんなあのそれぞれうんと喜んで ね、あの見てる方もまた大勢いらしたし ね、あの駅に行ってみて外国の方があんなにいるんだなっていうことは、そうです、ね、私も思いました。そうです、はい、そうです ね、喜んできて、ぜひああいう方もね松代の方へ ね、足伸ばしていただきたいです ね、みんなスキー行っちゃうんですね、スキー行っちゃったり、温泉行っちゃったりするのかしら。そうですね、スキーの途中で ね、 そうなんですね、寄ってくださったんですかね。そういったこととか、可愛いあの、金髪の男の子なんかもいて、私はちょっと目の保養でしたね、あの時はね、楽しかったですすいません、なんか余計な話をしておりますが、そんな様子でございますが、まだ時間があるんでしょうかどうしようですね、来年の予定が、あ、そうですね、はい、じゃあ、そうですね、あ、実はですね、あの文部学校というのが、今あの保存改修工事というのの計画がありまして、夏からかと思ったらどうも来年のだからもうほぼ1年後の10月から工事が始まるということですので、いつもは11月にあの、ま、あのエコールドの大きなイベントをやってるんですけれども、来年はちょっと9月の今のところ下旬の方で行おうかなと思っています。あの写真の撮影会は別にあの紅葉の時にやりますけども、そんなこととか、あと夏にも一つ、子ども向けのイベントなんかも今計画していたりおりますので、あと春とか
いろいろとできたらいいなと思うので、その時はまた着物さんにも協力していただいてできたらと思います。はいはいはい、では、やっとお時間になったようです。すいません、グダグダな、よろしくお願いしますでしたけど、じゃあ今日中澤さんすいません、はい、こんな私でした。ありがとうございました。はい、ということで以上で報告を終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。はい、今日は宮坂さんお休みで。そうですね、どこ行っちゃったんですかね。飲み会、やっぱし、うん、いないときは飲み会、はい、せっかく今日ね、綺麗な着物の中津さんいらっしゃるのにね、もったいない。そうだね、したがって今日は裏方2人組で、はい、イケメンコンビでね、面と面でメンズクラブです、ね、分かる人だけで結構です。はい、はい、はい、じゃあ告知ですね。はい、立ってて、うん、はい、今週の土曜日ですね、もうサラダ丸も来週の日曜日で終わりになりますけど、その直前に、時代考証をやっていらっしゃいます平山先生のお話を聞く会というのがございます。大変興味深いと思いますから、はい、ぜひ皆さん聞きに来てください。はい、それとサラダ丸ね、サラダ丸いよいよ終わってね、ね、どうね、来週最終回、寂しいですね。寂しいね、本当ね。で今日はね、来週の予告も含めてね、はい、今日は甲冑隊の人に来ていただいてます。真田昌幸さんと、三次郎さん、三次郎さんと、はい、どうぞ早速、はい、じゃあこちらへ、はい、どうぞ。お、失礼いたします。三次郎、いよいよ我らの出番じゃ。いよいよでございますのな。準備はよろしいかの。ちょこっと、ちょこっととはどういう意味でござるか。まあよい、ちょっと緊張してござって。生だからの、生放送は緊張するでござるの。いかにも。では我ら町の甲冑隊、来週いざ出陣じゃ。おお、以上。見てくださるよ、見てくださるよ、お待ちしておるでござる。はい、ありがとうでござる。あ、こっちもござる。まだまだ